フォーマ SO902i はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが開発した NTT ドコモによる第三世代携帯電話端末製品である SO902i はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ発となるフォーマー端末フォーマー90シリーズ発のストレートタイプながらも高さは低く他の 902i シリーズ端末と同等の多くの 機能や装備がコンパクトなボディに収められた。かつてその小型さが話題を呼んだプリーミニーシリーズを彷彿とさせるデザインである。このスタイルはフォーマスティックと名付けられた。一方の面から見た場合は携帯電話、もう一方の面から見た場合はデジタルカメラとなるよう、両面的なコンセプトのデュアルフロントデザインも特徴的である。カラーバリエーションはホワイト、 ホワイト、レッド、レッド、ダークブルーブラウンの3種類。オペレーティングシステムは、シンビアン OS 8.1で、マルチタスクを実現。日本語入力システムは、PWAX を採用。iChannel プッシュトークに対応。i a p p l ム SIMCity3D4SO シがプリインストールされている。ディスプレイは1.9インチで、1平方メートルあたりの輝度が400カンデラの、 TFT 液晶を搭載。傷がつきにくい、ウルトラハードコート処理によって常時露出しているディスプレイ表面を保護してある。背面にはフェリカとカメラを装備している。318万画素シーモスイメージセンサによるデジタルカメラはオートフォーカス並びに手ブレ補正機構を有し、高品質な静止画動画の撮影を実現。撮影した画像や動画、 その他マルチメディアファイルはメモリースティックデュオに保存する。最大 2GB のメモリースティックプロデュオに対応するメモリーカードスロットを側面に備えている。SO903i のような高機能なデジタルオーディオプレイヤーは搭載していないが AAC 形式の楽曲ファイルであれば iMotion として再生できる。小型化によって犠牲となった操作性についてはボタンを 横一列ごと山なりに湾曲させたウェーブデザインキーを開発し解決を図っている。内蔵された白色発光ダイオードによって暗所では文字が輝く。ボタンの誤操作を防止するロック機構は側面のスライドスイッチによって切り替える。バッテリーはそれまで発売されていたムーバー端末の SO505i シリーズ SO506i シリーズ用に設計。 販売されていた SO-009 に機械的、物理的な互換性を持つ SO-01 が新たに設計、販売された。よって SO-009 に対応する端末では本機向けに設計された SO-01 も使用することが可能で、その逆も使用可能である。また、この SO-900 に i いをベースにし、新たに防水構造を取り入れた。 SO902EWAP が2006年6月30日に発売された。ミッシングピースは SO902I の開発コンセプトを紹介する書籍。合計18人の著名なデザイナー、写真カラーが参加。全ページにわたって長方形の穴が開けられており、これらの作品は SO902I の実機をはめ込むことで完成する。発行は、白報道と、 白報道クリエイティブボックス、風とバラット株式会社。有限会社バッハが全国の書店で販売する。税込み価格3500円。なお、本書に SO902i は付属しない。ヘッドポーターより SO902i 専用の端末ケースが発売された。スペシャルエディションとスタンダードエディションの2種類。ありがとうございます。